管理人さん。明日から新学期だなって思うとちょっと。いえ、やっぱり大人数の中に出るのは少し苦手で。ことにします。殿、おやすみなさい。管理人さん、見回りですか？ご苦労様です。そこを疲れるとちょっと痛いですね。分かってます。でも自分にもっと頑張らないと。後悔先に立たずなんですよね。それも頭では分かってるんですけど、気持ちばっかり焦っちゃって。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。
んも一緒だから100人力だし。そうだし、夏休みの宿題を教えてもらっているだし。そういうことだし。あ、カエル兄さん。でも、まだ結構残ってるけど。大丈夫でし。そう?じゃあ、頑張ってね。大丈夫でしょうか。そうですね。ええ、そうします。管理人さんはまだ見回りですか？ですね。それじゃ、おやすみなさい。
ないですか。どうしたんですか？定められた私たちの権利、その権利さえ放棄してしまえば研究に。皆さん、今日は腕によりをかけた朝食ですよ。そうなんですよ、困りましたです。
おはよう。でも
さん、聞いてください。ミオったら、今日学校で使うリコーダーを持っていかないって言うんです。違うもん、上は持っていかないって言っているだけだもん。急がなくちゃ。